だいたいあんたがなんでこの家にいるわけ？今日から私たちが同居するから出て行って、家賃1万円も私たちが支払うから。わかったわ。それじゃあ本当の家賃を教えるわね。え？真実を知った義妹夫婦は固まっていた。やっぱやめようかな。今さら遅いわ。じゃああとは任せたわね。私の名前はみゆき、32歳の会社員だ。夫の浩平との出会いは合コンで、同い年だったこともあり、私と彼はすぐに意気投合した。みゆきさんも音楽が好きなんですね。はい、そうなんです。洋楽が好きでジャンルは関係なくいろいろ聞いてます。奇遇ですね。僕も洋楽が好きなんですよ。え、本当ですか？誰が好きですか？僕はレッチリとかオアシスが好きですね。ああ、かっこいいですよね。レッチリのベースの音すごい好きです。ああ、わかります。本当そうなんですよね。私たちは音楽という共通の趣味のおかげでものすごく話が弾んだ。そのためすぐに連絡先を交換して、それから二人で会うようになった。私たちが付き合い始めるまでそう長くはかからなかった。2、3回デートに行ったくらいで彼から告白をされ付き合うことに。そしてそれから私たちはすぐに同棲を始めた。同棲は彼の住む部屋ですることにした。ゲストルームが空いていたし、私が働く会社からも近かったからだ。同棲を始めた理由はお互いに結婚まですでに意識していたから。最初に同棲をしてみて、結婚をした時にどういう生活を送ることになるか確かめようとしたのだ。実際一緒に住み始めてみて、私は正解だったと思う。私はさらに彼のことが好きになった。家事を分担して行っているのだが、彼はすごくテキパキと家事をこなしていた。掃除や洗濯はもちろんのこと、料理もすごく上手なのだ。パパッと作ったものでもすごく凝ったように感じるほど味わい深くて美味しい。どうしてこんなに料理が上手なの？大学生の時4年間イタリアンレストランでキッチンのバイトをしてたからかな。自然と料理のスキルが上がったんだよね。なるほど。彼は真面目な人なので、飲食のバイトも本気で取り組んでいて、気がつけば一人でメインの調理場を任されるほどになっていたらしい。料理が好きになっちゃってさ、大学4年の時に調理師免許の資格も取っちゃったんだよね。すごいね。それは料理が得意なはずだわ。急に驚きの新事実を告げてくるからびっくりする。こんな風に彼との同棲生活はとても楽しかった。気がつけばあっという間に2年の月日が流れていた。私たちは順調に交際を続けていて、同棲をしていても特に喧嘩もしていなかった。そして私が30歳になる直前に、彼は私にプロポーズをしてくれた。この2年間みゆきと一緒にいてずっと楽しかった。これからもみゆきといたら楽しくて幸せな日々を過ごせると俺は確信してる。だから俺と結婚してください。必ずみゆきのことを幸せにします。そう言って指輪を渡してきた彼。私はプロポーズをされたことがとても嬉しくて、この上ない幸せを感じた。はい、よろしくお願いします。指輪を受け取り、私たちは結婚することになった。私は30歳になる前には結婚したいと言っていたのだが、彼はそれを覚えていてくれたのだろう。指輪もとても可愛くて、毎日つけるたびに幸せな気分になる。それから私たちはすぐにお互いの両親へ挨拶に行った。はじめまして、浩平と申します。いやあ、よく来てくれたね。みゆきの父と母です。浩平君のことはいろいろと娘から聞いているわ。完璧で理想的な男性って。え、ちょっとお母さん何バラしてるの？だってよく言ってることじゃない。でも一目見ただけでしっかりした人なんだなってわかるわ。みゆきが完璧だっていうのもうなずけるわよ。お母さん。私の両親はすぐに彼のことを気に入ってくれた。それは彼の人柄がなせるものだと思う。彼には人を引きつける何かがある。上司からも気に入られていて、後輩からも慕われているようで、飲み会にもよく誘われているらしい。それでも彼は私との予定が入っていると、うまく会社の人からの誘いを断って私を優先してくれる。人望が厚い上に私のことを大切にしてくれるので、私はものすごく彼のことを信頼している。だから本当に彼との結婚が決まってよかったと思っている。
その後、私は彼の実家へ行き結婚の挨拶をした。義両親もとても優しくて、また親子の仲も良さそうで安心した。だが一つだけ私は気になることがあった。それは結婚後は義妹となるリサという彼の妹の存在だ。へー、その人がお兄ちゃんの結婚相手？なんか意外。え？おい、リサどういう意味だよ。お兄ちゃんってモテるからもっと綺麗で華やかな人と結婚するのかと思ってた。初対面でそんなことを言ってきた義妹。うら、リサ、お前はなんて失礼なことを言うんだ。謝りなさい。義父がすぐにそうやって怒ってくれたので、私はそこまで気にしなかったが、義妹は怒られてもひょうひょうとしていた。はーい、すいません。リサ、お前はどっか出かけてろ。なんでよ。私だってこの場にいたいよ。俺の結婚相手に失礼なことを言ったんだ。俺が今はお前と一緒にいたくない。何よ、お兄ちゃん腹立つ。義妹はそうやって機嫌を悪くしながら立ち上がり、家を出て行った。みゆきさん、すまないね。みゆき、ごめん。公平と義父は二人して私に謝ってくれた。いえ、いいんです。むしろ追い出すような形になって申し訳ないです。いやいや、あいつは生意気でわがまますぎるんだよ。少しお灸を据えてやらないと。義妹がいなくなってから結婚の挨拶はスムーズに進んだ。そしてその後、両家の顔合わせが行われた。その際は義父と彼がかなりきつく言っていたらしく、義妹はずっとおとなしくしていた。それから私と彼は結婚式の準備に取り掛かった。二人でいろいろと話し合いながら、自分たちが考える理想の結婚式は何か考えた。ウェディングドレスにもこだわったし、二人で一つの作品を作るかのように結婚式のプランを練った。そしてお互いに納得いくものができ、実際に結婚式を挙げたが、理想通りの最高の結婚式となった。本当にいい式だったよ。末永くお幸せにね。友人や職場の人たちからものすごくいい結婚式だったと褒めてもらえて満足だ。それから私たちは新婚旅行として海外に行って楽しい時間を過ごした。帰国後は私たちが同棲していた頃から住んでいた部屋へ戻った。同棲期間が長かったので生活スタイルに変化はないが、それでも新婚というのが加わるだけですごく新鮮な気持ちになった。なんだか毎日ウキウキワクワクして、いつもと変わらない日常を過ごしているだけなのにとても楽しかった。その後も私たちは仲良く幸せな日々を過ごしていた。そして結婚してから3年ほどが経った。3年が経っても相変わらず私たちは仲のいい夫婦だ。私たちはだいぶ貯金が貯まったので、少し広めのいい家に住もうと話し合った。そしてつい最近、お互いの会社からかなり近くて、スーパーや銀行などいろんな施設へのアクセスもいいタワーマンションが建つことを知った。私と夫はすぐに不動産屋に行き、部屋について聞いた。賃貸でも住めるそうで、私と夫は持ち家にはこだわっていなかったのと、その部屋がすごく良さそうだったので、新築のタワマンに住むことに決めた。それから少し経ってマンションが完成し、私たちはタワマンに移り住んだ。部屋はとても綺麗で快適で、部屋数も多いから収納などにも困らずで、すごく暮らしやすかった。タワマンなので、もちろん窓からの眺めも絶景だ。毎日外を見ながらゆったりと過ごすだけで癒された。夫もとても満足しているようで、ここに住むことを決めて本当に良かったと思った。部屋の一つを音楽部屋にして、私たちが今まで買った CD やレコードをたくさん置き、そして高品質のスピーカーを置いた。そこにふかふかのソファーを置いて、大好きな音楽を聴いてくつろげるようにしたので、お互いに音楽部屋で好きな曲を流しながらリラックスする時間をとっている。次の日が休みだったら、ウイスキーなんかを持ってきてロックで飲んで、音に酔いしれたりして過ごしている。そんな時間や空間を作れて本当に最高だ。その後も私と夫はタワマンでの生活を満喫していた。家での時間がとても快適だと、自然と仕事に集中しやすくなる。ストレスがないから思いっきり仕事に打ち込めるのだ。また家の立地が良くて、会社からもかなり近いからギリギリまで残業ができる。そうやってたくさん働くことで会社からの評価も上がるし、収入も増えていいこと尽くしだ。だからタワマンに住みながらも、私たちは全然貯金を増やすことができた。そんな風に幸せな日々を過ごしていた私たち。
だがそんな中、悲しい出来事が起きた。それはギフが病気で亡くなってしまったことだ。急病で倒れてギフはそのまま息を引き取ってしまった。私と夫はギフの死をとても悲しんだ。私にも本当によくしてくれた人だったから、こんなに早く亡くなってしまうのは残念で仕方ない。すぐに葬儀が行われたが、私は悲しみでいっぱいだった。そして私は夫以上に悲しんでいるのが義母だった。義父はパートナーとしてもとても素晴らしかったのだろう。義母はずっと泣いていてひどく落ち込んでいた。そんな義母を見て私も夫もかなり心配になった。そして夫から義母と同居したいという相談を私は受けた。母さんはこのままだと一人きりになってしまうし、高齢になってきてるからいろいろと心配なんだ。そうね、確かにそう思うわ。夫のお願いを私は承諾し、私たちは義母に同居を提案した。本当にいいのかい？迷惑じゃないかい？大丈夫だよ母さん、俺たちは家族なんだから、お互い支え合って生きていこう。ありがとう。こうして私たちは同居生活を送ることになった。義実家はかなり古くなっていたので売りに出し、義母が私たちの住むタワマンに引っ越してくることになった。前々から思っていたけど、本当に広いわね。母さんの部屋はここだから、好きに使っていいからね。ありがとう。義母は私たちにとても感謝をしてくれた。家事も率先してやってくれたし、せめてものお礼として毎月家賃代わりにお金を入れたいとも言ってきた。私も夫もいらないと言ったが、どうしてもというので月に1万だけもらうことにした。私たちの同居生活はかなりうまくいっていたと思う。義母が家事をやってくれるおかげで、さらに私たちの負担が減って仕事にもっと打ち込めるようになった。私も夫もどちらも昇進して給料が上がったので、老後や子供ができた時の資金もどんどん溜まっていっている。定期的に義母と夫と3人で旅行にも行ったりして、休日の息抜きも楽しめている。義母も最初は義父を失った悲しみで辛そうにしていたが、だんだんと笑顔が増えていった。これからも家族仲良く幸せに生きられるとそう思っていた。しかし、思いもよらないことは突然起こるものだ。そしてそれは私にとって本当に悲しいことだった。仕事中の私の元にかかってきた電話、それは病院からだった。夫が仕事での移動中に衝突事故によって病院に搬送されたと連絡が入ったのだ。私は頭が真っ白になった。上司に声をかけられ、はっと我に返り、すぐに会社を早退して病院に向かった。だが夫は運ばれた時点で重傷だったようで、治療を施しても間に合わなかったらしい。私が着いた時にはすでに亡くなっていた。あなた、どうして？私は悲しさでいっぱいになった。涙が止まらなかった。どうしてこんなに早く亡くならないといけなかったのだろうか。夫が何か悪いことでもしたのか。私は神様さえも呪った。どうして私から最愛の人を奪うのかと。ああ、光栄。義母も連絡をもらってすぐに病院へ駆けつけた。白い布をかぶせられた夫を見て義母は泣き崩れた。どうして私よりも先に、お父さんもいなくなってあなたもいなくなるなんて、そんな。私自身も涙は止まらなかったが、隣で泣き崩れる義母を慰めた。私たちは二人でずっと泣いていた。だがいくら泣いたって夫は戻ってこない。気持ちを切り替えることなんてできなかったが、葬儀の手配や準備はしなければならなかった。私は泣きたい気持ちを我慢して夫の葬儀を行った。人柄が良くて人望が厚かった夫の葬儀にはたくさんの人が参列してくれた。それだけで夫がいかに素晴らしい人だったかがわかる。夫の葬儀が終わって私は義母と一緒に家に帰った。夫が亡くなってしまったから義母とは他人の状態になる。だがこんな状態でさよならと言って家を追い出すなんてことはしたくなかった。せめてお互いに気持ちが安定して悲しみを乗り越えられるまでは一緒に暮らした方がいいのではないかと思った。だから私は特に何も言わずに義母と一緒に生活することにしたのだ。私はこの頃にはかなり給料が上がっていたので、タワマンの家賃も自分一人で支払えるようになっていた。
お互いに励まし合いながら私たちはいつもの日常を過ごした。少しずつだが元気も出てきて笑顔も増えてきた。だがそれから半年ほどが経った頃、いきなり義妹が家にやってきた。あ、前に来た時も思ったけど本当にすごい家ね。リッサ、久しぶりね。今日は一体どうしたの？義母がそのように質問をする。義妹は現在結婚していて旦那さんと一緒に県外に住んでいる。だからこの家に来るのはかなり久しぶりだ。義母は娘である義妹と会えてすごく嬉しそうにしている。いやー、実はね、そろそろこっちに戻ってこようかなって思って。え、そうなの？義母が目を輝かせてそう聞く。義母と義妹はかなり仲がいい親子だった。義母はもちろん夫のことも大事にしていたが、それ以上に義妹のことを大事にしていたらしい。そのため結構義妹を甘やかしてしまうところもあったんだとか。だから義妹があんなにわがままだったのかと私は納得した。ああ、それでどこに住もうかなって考えててね。義妹の顔は何か企んでいるような顔だった。私は彼女の考えていることがすぐに分かった。きっとこの家に押しかけて住み着こうと思っているのだろう。だがそんなことはさせない。ここは夫と私が住んでいた部屋だ。今だって夫との思い出がたくさんあるんだ。だからそんな大事な部屋に彼女を住まわせたくはなかった。しかし義母の反応がすごく気になった。リサがこっちに来てくれるのはとっても嬉しいわ。でしょ、お母さんとまた一緒に住めたら私も嬉しいなって思ってる。そうよね、そうよね。あの、ここは私と夫が借りている部屋だから、ここに引っ越してくることは無理ですよ。私がそう言うと義妹がとてもつまらなそうな顔をした。いやいや、あんたの意見とか聞いてないから、ちょっとここじゃまともな話できなさそうだわ。お母さん、今からカフェに行って二人で話そう。ええ、そうね。義妹はそう言って義母を連れて出かけてしまった。そしてそれから数時間後に義母が家に帰ってきた。お母さん、お帰りなさい。ええ、ただいま。みゆきさん、あなたどうしてあんなことをリサに言ったの？リサがせっかくこっちに戻ってきて一緒に暮らしたいって言っていたのに。すいません、ですが私はリサさんと同居というのはちょっと。私の大事な娘を避けるなんてひどいわ。家賃だって安いんだし、部屋だって余ってるんだし、別にいいじゃない。家賃が安い。私は義母が何を言いたいのかよくわからなかった。何を言われましても私はリサさんと一緒に暮らすつもりはないです。私がそう言うと義母は険しい顔をしてこう言い返してきた。あなたがそんなことを言ったって私はやりたいようにさせてもらうわ。そう言って部屋に入っていく義母。どうしてこんなことになってしまったのだろうか。義母との仲が悪くなってしまったのは仕方ないが、それでも義妹とは一緒に住みたくなかった。それから数日後、再び義妹がやってきた。しかも今回は旦那さんまで一緒にいる。あ、リッサ、よく来てくれたわね。お母さん、今日からよろしくね。え、よろしくね。あなたたちと一緒に住めることになって嬉しいわ。そう言って楽しそうにしている義母と義妹夫婦。ちょっと待ってください。どういうことですか？私は同居に許可なんてしてないですよ。私がそう言うと義母が冷たい目で睨んできた。私が許可したんだよ。私にとってはリサは大事な娘なんだ。娘と一緒に暮らせる方が嬉しいに決まってるでしょ。そして義妹も義母に加勢した。だいたいあんたがなんでこの家にいるわけ？ここはお兄ちゃんの家でしょ。あんたがいる方がおかしいんだからね。今日から私たちが同居するから出て行って。家賃1万円も私たちが支払うから。家賃1万円？私は意味がわからなかった。だが義母も義妹が関わることで変わり果ててしまい、義妹からは出て行けと言われたので、私はもうこの家を手放すことにした。夫との思い出は私の心の中にある。このまま義母と義妹とぶつかっていたら余計な時間と体力を使うだろう。わかったわ。賃貸の契約者は私だから、すぐに変更の手続きをしましょう。そして荷物を持って出ていくわ。わかればいいのよ。そうそう、あんたは公平がなくなった時点で他人なんだからね。赤の他人なのに今まで一緒に住んであげたことを感謝してほしいわ。
そう言って笑う義母。最低だ。私は義母に優しくして損をしたと思った。それから私は義妹の旦那さんに契約者を変更した。ちょっとだけ日数がかかったので家を出ていくのに時間がかかり、義妹たちからいろいろと文句を言われた。私たちが来た日に出て行ってほしかったんだけどね。本当に最後の最後まで迷惑をかける女だよ。こんな人たちに慈悲の心なんて持たなくていいな。私はちょっとだけ騙すような感じになって心苦しさを感じていたが、そもそも都合のいいところしか聞こうとしていないこいつらが悪いと思い直し、容赦しないことにした。私は荷物をまとめて玄関まで行き、靴を履いた。中には夫との思い出のものもたくさん入っている。大きい荷物は一旦私の実家に送っているので問題ない。やっと出て行ってくれるのね。義母と義妹夫婦はわざわざ私を玄関まで見送りに来た。これからあなたはボロアパートで貧乏な生活を送るのかしら？ああ、でもお兄ちゃんが残した遺産があるんだっけ。それで細々と暮らすことはできるわね。まあいずれにしてもこのタワマンで暮らすような生活は二度と送れないでしょうけど。そう言って最後まで私をバカにしてくる義妹。私はニヤッと笑ってこう言ってやった。それじゃあ本当の家賃を教えるわね。え？本当の家賃ってどういうこと？この家はお兄ちゃんの持ち家で、月々お母さんが支払っていた1万円でこと足りるんでしょ？どこまでアホなのだろうか。そんなことあるわけないでしょ。ここは賃貸で借りてるのよ。え？それで家賃は毎月40万よ。40万？真実を知った義妹夫婦は固まっていた。嘘でしょ。そんなの支払えないわよ。まあ頑張ってよ。あなたが散々バカにした私はちゃんと毎月40万支払って、その上で貯金もしていたんだから。あんたそんなに稼いでいたの？私はちゃんと仕事に打ち込んで結果を出していたからね。別に自慢することじゃないからお母さんにも言わなかったけど。そんな。でも旦那さんもちゃんと働いてるんでしょ？あなたもお母さんも一生懸命働けばみんなで支払えるんじゃないの？そんなの無理よ。旦那の手取りは15万だし、私は実家なら働かなくて済むと思ってたから働きたくないし。どこまででも怠けてて恥ずかしいわね。そんなこと言わないでよ。そして義妹夫婦は顔を見合わせるとこう言った。やっぱやめようかな。私たちは別にタワマンじゃなくてもいいし。今更遅いわ。もう契約者の変更は済んだんだもの。少なくとも1ヶ月分の家賃が来月に請求されるわよ。40万が請求されるってこと？嫌よそんなの。自業自得よ。じゃあ、あとは任せたわね。私はそう言って家を後にした。義母と義妹夫婦は顔面蒼白の状態で固まっていた。それから結局、義妹夫婦と義母はタバマンの家を出て行ったらしい。しかも義妹夫婦は借金があったそうで、だから県外からこっちに戻ってきて実家に住もうと思ったようだ。その借金というのはギャンブルで使ってできた借金らしく、その話を聞いて私はとことん呆れた。今でも義母や義妹からメールで助けてほしいと連絡が来るが、全部無視をしている。現在義妹夫婦と義母はボロアパートに3人で住みながら、全員が働いて生活費の捻出と借金の返済をしているそうだ。ずっと専業主婦だった義母も、働くつもりがなかった義妹も働かなければならなくなって、毎日ストレスをためて家族間での喧嘩が絶えないらしい。まあ全て自業自得だし、同情の余地はない。一方私は一人暮らしの部屋を借りて快適に平和に過ごしている。部屋は2つあるのだが、1つは音楽部屋にして、夫との思い出のものをたくさん置いている。今でもふと夫のことを思い出して切なくなるが、それでも前向きに生きていこうと心に決めて前に進んでいる。これから先の人生で何が起こるかわからないが、私は一日一日を大事にして楽しく日々を過ごそうと思う。主さんはいろんな悲しみを乗り越えながらも強く生きていてかっこいいですね。最低な義妹や義母と縁が切れたことで絶対に運気が上がると思います。これからの主さんの人生が幸せになることを祈っていますね。育児もしない役立たずとは離婚だよ。慰謝料もそうだな。1000万払え。腕を組みながらそう言って笑う夫。どこまで人をバカにすれば気が済むのだろうか。いいよ。はい。離婚届。
私が離婚届を突きつけると夫は目が点になっていた。言っておくけど、立場が上なのは私の方だからね。私の名前は香織、40歳の主婦だ。夫の啓太とは結婚してちょうど10年が経つ。本来ならばお祝いの10周年というところなのだが、全くそういう雰囲気ではない。きっかけは私が3年前に事故に遭って車椅子生活になったことだった。香織、大丈夫か？ああ、啓太が来てくれたのね。事故に遭ったって聞いたから慌てて駆けつけたんだ。命は無事なんだね。うん、でも足に後遺症が残っちゃって、これから先はずっと車椅子生活になるみたい。そんな。私は仕事中に車を運転していた時、対向車が突っ込んできて衝突事故に遭った。そして命は助かったものの、一生歩けない体になってしまったのだ。もちろん保険や労災なども降りて、お金の面は心配はない。私は副業をしていたし、独身時代から貯金もかなりしていた。だから生きていく上で金銭面で心配はないのだが、やはり体が不自由になることについての不安はとてもあった。これから夫にいろいろと迷惑をかけてしまうだろう。ごめんね、こんなことになって。いやいや、それは香織は悪くないだろう。事故に遭ったのも不運だっただけだし、これからのことは俺が支えていくから。ありがとう、ケータ。私は夫がそうやって言ってくれてとても嬉しかった。夫はそれからというもの、バリアフリーのある賃貸マンションに引っ越しをしてくれて、私が生活しやすいように1階の部屋にしてくれた。そのおかげで私は車椅子で家の中を自由に動けるようになり、家事などもしやすくなった。また夫はできる限り定時に帰ってきてくれて、私のお世話をしてくれたのだ。そんな夫に私はとても感謝をしていた。だが車椅子生活となって半年ほどが経った頃からだろうか、夫はだんだんと態度が冷たくなっていった。ごめん、ケータ、ちょっとトイレに行きたいんだけど。ああ、わかったよ。ごめんね、面倒かけて。夫はあからさまに面倒だという雰囲気を顔に出すようになった。ここまで介護が大変だとは思わなかったらしい。その点については本当に申し訳ないと思った。あまりにもそういう状態が続くので、私はこんな提案をした。ケータが良ければだけど、ヘルパーさんを夜も呼ぼうか。そしたらケータは気にせずに自分のことに集中できるでしょう。私がそう言うと、夫はすぐに提案に乗ってきた。そうしてくれ。正直、仕事で疲れてるのに介護なんて大変だ。そうだよね。夫が正直にそう言ってきて、私は少し悲しかった。私が事故に遭った時に、夫は俺が支えていくからと言ってくれたのに、言ったことをちゃんと実行してくれないのかと残念に思った。まあ、あの時はここまで大変だとは思っていなくて、実際にやってみたらキャパを超えたということなんだろうな。だから私はヘルパーを呼ぶ頻度を増やすことで解決すると思っていた。しかし自分が一切介護をしなくて済むようになった途端、夫はさらに私に対して冷たくなった。なあ、車椅子生活でもバリアフリーなんだから料理はできるんだろう。もっとちゃんと作れよ。ごめん、ヘルパーさんに買ってもらいたかった食材で伝え忘れがあって、それで本来作りたかった料理が作れなかったの。だからなんだよ、そんなの言い訳だろう。え？俺はお前が車椅子生活だとか身体障害者だからって差別することはないから、健常者と同じように扱って話してるんだよ。仕事に行けなくなって家で主婦してるんだからちゃんとしろよ。そんな。夫の言葉はすごくきつかった。どうしてそんなひどいことを言うのだろうか。私だって働きに出られるのなら働きに出たい、買い物に行けるなら自分で買い出しに行きたい。それができないと夫も分かっているのに、どうしてそんな人を追い詰めるようなことを言うのだろうか。私はこの時すごくショックだった。そして夫に対して愛情が少しずつ冷めていくのを感じた。またこのままでは私はきっと捨てられるだろうということも直感で感じていた。それから私は副業にかなり力を入れることにした。また独身時代に貯めた貯金を使って投資も始めることにした。幸い家にずっといるので時間はたくさんある。
株の勉強、お金の勉強、副業の作業量など収入につながることばかりをして、私は車椅子生活でも自立した生活ができることを証明することを目標にした。そうやって本気で頑張ったおかげで少しずつ結果が出てきた。1年が経った頃には私は年収が1000万になっていた。自分でもやればできるんだなととても自信がついた。夫がいなくても私は頑張れる。だけどまだその頃は離婚までは考えていなかった。私に対してひどい態度を取るようになってもちゃんと恋愛をして結ばれたわけだし、結婚してから9年の月日が経っていた。ここまで長くいると別れるということに対して躊躇する自分もいたのだ。ここまでの結婚生活でいろんなことがあって、いろんな楽しい思い出もあったからだ。もしかしたら夫は私が車椅子生活になったことで自分自身もここまで精神的に追い込まれるとは思っていなかっただけかもしれない。余裕がなかったから私についひどいことを言ってしまっただけなのかもしれない。それならばまだ夫婦の関係も改善できるかもしれない。そう思っていたのだが、それは私だけだったようだ。夫はどんどん帰りが遅くなっていった。私が車椅子生活だということなんて全然関係ないくらいに夜中の2時とかに帰ってくる時が増えた。おはよう。昨日も遅かったのね。そりゃ仕事だからな。でも夜中の2時に帰ってくるのは仕事じゃないでしょ。ああ、だからそうやって飲みに行くのも仕事の付き合いだって意味で言ってんだよ。ちゃんと文脈から意味を読み取れよ。夫は私が話しかけるといつもイライラする。私とはもう関わりたくないと言った様子だ。もうダメかもしれない。そう思った時にさらに夫はまさかの行動を起こしてきた。ある日、珍しく夫は夕方に帰ってきた。まだヘルパーさんがいた時間なので、ヘルパーさんが代わりに玄関に行ってくれたのだが、私が予想することのできないある声が聞こえてきたのだ。それはなんと赤ちゃんの声だった。私が不思議に思いながら玄関の方を覗いていると、ヘルパーさんが戸惑いながらこちらにやってきた。あのご主人に大事な話があるから帰ってほしいと言われたのですが、大丈夫でしょうか。え？すると夫が赤ちゃんを抱えながら居間に入ってきた。そして隣には見知らぬ若い女性がいる。見た目は派手な化粧をしているがまだ幼く見える。とりあえずいい話ではないと思い、私はヘルパーさんに帰って大丈夫だということを伝えた。戸惑いながらも自分のバッグを持って頭を下げて帰っていくヘルパーさん。彼女を見送った後、私は居間に戻った。それでいろいろと気になることはあるんだけど、赤ちゃんとその女性は一体誰？私が夫にそう聞くと、夫は悪びれた様子もなくこう言った。俺が今付き合ってる彼女のリサだよ。そしてこの子は俺たちの子だ。え？私は耳を疑った。なんと夫は不倫をしていて子供まで作っていたのだ。今まで帰りが遅かったのは妊婦の彼女のそばにいたからだそうだ。私はあまりに突然のことで頭の理解が追いつかなかった。ごめん、いきなりすぎて戸惑ってるんだけど、そもそもリサさんはいくつなの？随分と若そうに見えるんだけど。すると不倫相手の女性は驚きの発言をした。リサは18歳です。え、 18？ なんと夫の不倫相手は高校を卒業したばかりの18歳だったのだ。主人とはどこで出会ったの？私が働いてるキャバクラだよ。はあ？キャバクラ？どうやら夫は私の介護をせずにキャバクラに通っていたらしい。そして18歳の子と不倫をして妊娠までさせていたのだ。信じられない。私を裏切っていたのね。だってお前とはもうやろうとも思えないし、若くて可愛いやつの方がいいじゃん。そう。じゃあその子と一緒になりたいってこと？ああ、もちろん彼女と再婚する。それでお前は彼女の代わりにこの子を育てろ。は？何を言ってるの？だってお前は一日中家にいるだろ。リサはまだ10代でいろいろとやりたいこともあるからな。子育てに時間を割くのは嫌だろ。だからお前が代わりに育てろ。意味がわからない。この人たちは何を言っているのだろうか。そんなの嫌よ。私は血もつながっていないし、そもそも不倫をされた側なのよ。
なんで不倫をした人の子供を育てないといけないのよ。なんだよ、使えねえな。育児もしない役立たずとは離婚だよ。慰謝料もそうだな、1000万払え。腕を組みながらそう言って笑う夫。どこまで人をバカにすれば気が済むのだろうか。いいよ、はい、離婚届。私が離婚届を突きつけると夫は目が点になっていた。離婚届なんていつの間に用意してたんだよ。私はあなたと離婚するか結婚生活を続けるか何度も迷っていたの。だから離婚届も準備していたの。はあ？お前ごときが離婚を考えてたっていうのか。言っておくけど、立場が上なのは私の方だからね。何言ってるんだ。お前は働けもしないし、俺がいなかったら生活だってできないんだぞ。どう考えても俺の方が立場上だろ。そう思ってるならそう思っていればいいわ。だけど私はその子の子育てなんてしないし、1000万の慰謝料だって支払わないわ。むしろあなたたちから不倫の慰謝料を支払ってもらうからね。え、そんなの困るんだけど。私慰謝料なんて支払えないよ。安心しろ、それは俺が払う。だが慰謝料を要求するって言うなら財産分与はなしだ。その条件を飲むって言うんなら慰謝料を支払ってもいいぜ。夫はそうやって勝ち誇った顔をした。きっと私が財産分与がないなら生きていけないと勝手に思っているのだろう。そして慰謝料の要求を取り下げると思っているはずだ。だが私には十分な収入はあるし、取り下げる必要もない。ええ、財産分与はなしでいいわよ。え、だから財産分与はなしで慰謝料を請求するから。マジかよ。お前それじゃ離婚してから生きていけないぞ。そんなの心配しなくていいわよ。とにかく私はあなたたちが許せないの。慰謝料をもらわないと気が済まないのよ。後悔したって知らないからね。そう言って夫は不倫相手と一緒に出て行った。それから私は新しく部屋を借り、荷物をまとめて引っ越しをした。今いる部屋はもともと夫が借りている部屋なので、夫は自分たちが戻ってくるまでに出て行けと言ってきたのだ。私は今よりもグレードが上のマンションを購入することにした。年収はかなり上がっていたし、貯金もかなりできていたからだ。そして弁護士を雇って夫と離婚をして慰謝料を請求した。夫と不倫相手のそれぞれから300万を支払ってもらうことになった。元夫は本当に後悔しても知らないからなと言ってきたが、それはこっちのセリフだ。言っておくけど、私年収2000万あるからね。は？何言ってるんだよお前。そんな嘘信じるわけないだろ。強がって変なこと言うんじゃねえよ。そうやって鼻で笑ってきた元夫。私はそんな彼に預金通帳を見せてあげた。これを見てもそう言える？私が見せた通帳には夫が見たことのない単位の振り込みがされている。嘘だろ。どうしてお前がこんなに稼いでるんだ。あなたに捨てられるかもしれないと思って自立を目指して頑張っていたのよ。案の定あなたに離婚を切り出されたから、準備しておいてよかったわ。そんな。元夫は私の方がかなり稼いでいることを知り絶句していた。だから言ったでしょ、私の方が立場が上だって。元夫は顔面蒼白の状態でうなだれていた。そしてその後、元夫にさらなる悲劇が訪れた。実は私の担当をしているヘルパーさんは、社会経験をしたくてヘルパーという仕事をしているのだが、彼女の父親は会社を経営している。そしてその会社が元夫が働く会社だったのだ。私はヘルパーさんと仲良くなっていて、いろいろと話していたので、彼女は私の元夫が彼女の父親の会社で働いているのを知っていた。その状態で今回のことの経緯を知ったので、そんな人が父親の会社で働いているのは許せないと思い、父親に報告したらしい。その結果、元夫は解雇を言い渡されて職を失ったそうだ。元夫はちょうど不倫相手と自分の分の慰謝料600万を支払った後だったので、貯金もない状態だった。そんな状態で無職になってしまい、不倫相手からはありえないと言われて捨てられたそうだ。ちなみに不倫相手は実家に戻り、親を頼って子育てをしながらシングルマザーとして働いているらしい。ご両親にこっぴどく叱られて反省して心を入れ替えたそうだ。あの時は自分がいかに未熟だったか思い知らされたと、私に謝罪のメールを送ってきていた。メールアドレスは元夫と別れる前に聞いていたらしい。まあ彼女はまだ18歳なので、いろいろと判断を間違うのは仕方ない。
心を入れ替えて生まれてきた子供にちゃんと愛情を注いでいるならいいと思う。ちなみに元夫は今回のことで義両親にも感動され、家の家賃を支払えなくなりボロアパートに引っ越してバイト生活を送っているそうだ。年齢もアラフォーなので再就職も無理だろう。そのままずっと寂しい人生を送ることになるだろう。一方、私は順調に収入を上げていっていて、もう老後の心配もする必要がないほど資産を貯められている。これからは新しいことに挑戦したりして自分の人生を充実させていこうと思う。車椅子生活になった主さんを放ってキャバクラに行き不倫をして子供も作るなんて最低な男です。元夫はもっときつい制裁を加えられて地獄に落ちてほしいですね。主さんはハンデを背負いながらも諦めずに自立に向かっていって素晴らしいなと思いました。これからも仕事を頑張りつつプライベートでも幸せをつかんでくださいね。嫁の分際で何様のつもり？あんたは嫁に来た弱い立場なのよ。あんたにはもうその家から出て行ってもらうから、許してほしければ土下座しなさい。そう言って勝ち誇った顔をする義士。わかりました、ここを出て行きますね。私はすぐに荷物をまとめ始めた。すると義母は顔を真っ青にして義士にこう言った。あんた終わりよ。私の名前はみゆき、40歳の主婦だ。夫のコウタとは結婚して10年が経つ。私たちはもともと大学時代の同級生で、社会人になってからも何人かでよく飲みに行っていた。そしてある日、彼から2人で会いたいと誘われるようになり、その後交際が始まった。同棲の期間などもあり、なんだかんだで5年ほど付き合ってから私たちは結婚することに。長く付き合っていても結婚すると環境や気持ちというのは変わるもので、彼と夫婦になれて私はとても嬉しかった。私たちはすごく波長が合うというか相性が良くて、10年経った今もとても仲良しだ。夫といると私は一瞬で穏やかな気持ちになることができ、私にとってもはやなくてはならない存在だ。そんな風に夫婦としての生活は順調だった。だがもちろん問題がないわけではない。まず私たちには子供がいない。子作りを頑張ってみたが、結局10年経った今も子供はできなかった。夫も私も子供が欲しいと思っていたのだが、ここまで頑張ってもできないので結局諦めるしかなかった。今は夫婦だけで人生を歩んでいこうと心を決めているが、妊活を頑張っても効果が出なかった時は本当に辛かった。その時は一瞬夫婦仲も険悪になりかけた。それでも私たちは前を向いてお互いを許し合って進もうと決めた。だから今もこうして良好な夫婦関係を築けているのだと思う。いろんなことがあった結婚生活も気づけば10年という月日を迎えた。みゆきさん、こうた、結婚10周年おめでとう。私たちからささやかなプレゼントよ。ありがとうございます。母さん父さんいいの？こんな高そうなグラス。もちろんだよ、大事に使ってくれ。義両親はお祝いとして私たちに高級なペアグラスをプレゼントしてくれた。私と夫は3年ほど前から義実家に移り住んで義両親と同居している。義両親は高齢になってきて義父の足腰がかなり弱くなっていたからだ。まだ介護が絶対に必要というわけではないが、義母がたまにサポートしてあげないといけない時があるので、何かあった時のために私と夫は義実家での同居生活を始めたのだ。二人が来てくれてからすごく穏やかに過ごせているわ。家事とかいろいろ手伝ってくれるし、何より賑やかで楽しいの。本当にありがとう。義両親から感謝をされて私たちはとても嬉しかった。こんな風に義両親はとても優しい。子供ができないとかそんなことは気にしないと言ってくれたし、嫁いびりをされたことなんて一度だってない。だから私は夫から同居したいと言われても嫌だとは全く思わなかった。むしろ優しい義両親と一緒に暮らせるのは楽しそうだと思っていたほどだ。そして実際に義両親と同居しても大変なことは全然なかった。私の読み通り楽しいことの方が断然多かったのだ。だがそれでも少しだけ困ったことはある。それは義両親でも夫でもなく義士のカナについてだ。義士はよく帰省してくるのだが、どこか私のことをバカにしているようで、私への態度がひどいのだ。みゆきさん、お茶入れて。ったく、こんなこと言われる前にさっさと準備しなさいよ。使えない嫁ね。
義士は私をまるで家政婦のように扱ってくる。こら、カンナ、あなたなんてひどい態度をとってるの。え？だって私の義妹に当たるわけだし、この家に同居させてもらってるんでしょ。だったら義士である私の言うことは聞くのが当然じゃん。みゆきさんは私たちと同居してくれてるんだよ。いやいや、お母さん優しすぎ。っていうか甘やかしすぎだよ。そうやって甘やかしてると嫁はつけ上がるわよ。そんなことないわ。みゆきさんはとても優しくていいお嫁さんよ。いつも本当に感謝してるわ。お母さん。義士が私に意地悪をしてくる理由の一つとして、私が義両親にとても気に入られているからというのもあるだろう。義母が私をかばうのを見て、義士は悔しそうな顔をする。あんたお母さんにどうやって取り入ってるの？取り入ってるって。だってそうでしょ？あんたとコウタは稼ぎが低いから実家で住まわせてもらってるんでしょ。本来なら自分たちで自立しないといけないのに、親の助けを得ている弱い立場でしょうが。それなのに、どうしてお母さんたちから感謝されてるのよ。義士は私と不意に二人きりになると、そうやって私に詰め寄ってきた。別に私たちは稼ぎが低いから同居してるんじゃありませんよ。お姉さんは独りよがりな勘違いが多すぎます。私がそう言うと、義士は顔を真っ赤にして怒った。はあ？あんた嫁のくせに私に説教をする気？ふざけんじゃないわよ。私はあんたのこと認めないからね。子供も作れないポンコツのくせに。そうやって私を罵倒してくる騎士。子供ができないからって人をポンコツ呼ばわりするのは最低です。うるさい！あんたはもう少し自分の立場ってものをわきまえた方がいいのよ。義士は私が何を言ってもそうやって罵倒してきた。義両親も夫もとてもいい人なのに、どうして義士はこんなにも性格が悪いのだろうか。そして義士だけではなく、義士の娘であるアイナもまたなかなか面倒な性格をしていた。義士は早くから結婚をしていて、すぐに子供を産んだため、私の義弟にあたるアイナは今はすでに21歳だ。私と夫が義実家で同居を始めた時は、義弟はもう高校3年生だったのだが、お正月に義士夫婦と義弟がやってきた時に、義弟はお年玉を要求してきた。少しくらいならいいかと、私と夫はとりあえず1万円をあげたのだが、それについて文句を言ってきたのだ。はあ？たった1万？少な。私と夫はその発言を聞いて耳を疑った。せっかく私たちがお年玉をあげたというのに、金額について文句を言うなんてひどいと思った。夫がすかさず義弟に注意した。アイナ、それは失礼だよ。おじちゃんたちはアイナが欲しいと言ったからお年玉をあげたんだ。それなのに感謝もせずに金額に文句をつけるなんてことはマナーとして良くないよ。すると義士が飛んできて夫に怒鳴った。ちょっと、あんた何アイナに説教垂れてるのよ。1万円なんてちっぽけな金額を渡したあんたたちが悪いんでしょ。あんたたちは子供がいないんだから、せめて5万を渡すのが普通でしょ。5万なんて金額を高校3年生に渡すのはおかしいだろう。姉さん、それはありえないよ。自分が理不尽なこと言ってるの分かってる？はあ？私は当たり前のことを言ってるわよ。5万も渡せないあんたたちの経済力のなさがいけないんじゃないの。お金を持っていない人は心も狭くなるからね。義士はそうやってひどいことを言った。その時はお酒もかなり入っていたので、弟である夫にまでそういう発言をしてしまったようだ。さすがにまずいと思った義士の旦那さんが、ちょっと酔っ払っているようなので連れて帰りますと言って、義士を引っ張って義弟と一緒に帰っていった。それ以来、義士と夫の関係性はかなり悪くなった。義士一家が正月に遊びに来ても、夫は義士とは話さなくなった。まあ当然だろうと思うし、私もできる限りは関わりたくないのだが、義士は定期的に家に遊びに来るし、また義弟も連れてくることが多いので、私は必然的に関わらざるを得なくなる。おばさん、私あのコンビニのスイーツ食べたい。今すぐ買ってきてもらえる？アイナちゃん、ごめん、私今仕事中なの。はあ？仕事？何適当な嘘ついてんの？家にいるんだから仕事なんてしてないでしょ。あなたはまだよくわからないかもしれないけど、在宅でできる仕事もあるのよ。私は実はもともとエンジニアとして会社で働いていたのだが、義実家で同居して家事のサポートなどをするために在宅に切り替えた。そのため日中は仕事をしているのだが、義弟と義士は私の言うことを全く信じてくれず、私にあれこれ頼んでくるのだ。
だからそういう嘘いいから、アイナが頼んでるんだからさっさと買ってきなさいよ。義鉄は普段は大学生なのだが、夏休みなどの長期休暇だったり授業が早く終わったりすると義実家にやってくる。その度に私を家政婦のように扱ってくるので本当に困っている。義母と義父が私をできる限りかばってくれるのだが、それでも義士と義鉄が揃うと止めきることができなかったりする。だいたいお母さんたちはどうしてみゆきさんの肩を持つのよ。私は血のつながった娘なのに。きっとこの女に洗脳されてるのね。おばあちゃんたちもっと私のことを大事にしてよ。孫が可愛くないの？それは。本当にこの親にしてこの子ありといった感じで、義鉄もわがままで自分勝手だ。そして義両親は孫という言葉を出されてしまうとあまり強く言えなくなってしまう。そんな風に義鉄と義士は好き放題していた。義両親からもお金をたかったり、わがままを言って何かを買わせていた。そんな中、義鉄が大学4年生となり、就活生になった。一生懸命に就活に挑んでいるそうなのだが、なかなか採用されないらしい。義士と義鉄はわざわざ義実家にやってきて、そのことについて文句を言っていた。アイナの良さがわからない会社が多すぎ。日本の会社の人事部ってそんなにポンコツばかりなのかしら。本当にお母さんの言う通りだわ。私を採用しないなんてありえない。随分と自信満々な、いや傲慢な発言だなと思いながら、私はあまり話を聞かないようにしていた。だがあまりにも文句を言っているので、義母がある日私にこんなお願いをしてきた。みゆきさん、よければあなたが働いている会社に推薦してもらえないかしら。え？実は私は今の会社の創業当時のメンバーで、経営にも携わる役員の一人だった。エンジニアとして大企業でもともと働いていたのだが、その時の上司が作った会社に誘われてそちらに移ったのだ。それ以来エンジニアとして働きながらも役員として働いていた。現在は在宅に切り替えているので、エンジニアの仕事の方が多いが、それでも人事に口添えするくらいはできた。義両親は毎日のように愚痴りに来る義士と義鉄にうんざりしているようだった。私も同じ気持ちだったので、裏でこっそり手を回すことにした。義鉄と義士に内緒で行う理由は、私が就職の手助けをしたとか、また身内に役員がいるとなると義鉄が社会人として成長する機会を奪うと思ったからだ。それに会社の人たちも役員の姪っ子がいると知ったら働きづらくなるだろう。幸い義士は私を元会社員の専業主婦だと勘違いしているようなので、今もそのまま勘違いをしてもらおうと思う。それから数週間後、義鉄が就職が決まったと喜びながら義士と一緒にやってきた。私たち夫婦も義両親も何も知らないふりをして義鉄の就職を祝福した。まあ大企業じゃないんだけど、そこそこ給料はいいし、妥協してやってもいいかなって思って入社を決めたんだよね。義鉄はお酒を飲みながらそんなことを言っていた。義両親と夫はぎょっとしながら私の方を見る。私は呆れて物も言えなかった。こんなことを有効採用させてしまい申し訳なくなった。でもその会社はいい企業だって私も聞いたことあるし、いろいろと貴重な経験も得られると思うわよ。義母は私に気を使って諭すように義鉄にそう言った。だがそれに対して反論したのは義士だった。いやいや、普通の企業でしょ。大企業じゃない限り頑張ったって大した評価はされないし、適当でいいわよ。やっぱそうだよね。まあ私を採用するということで見る目はあるとは思うけど。どうしてこうも傲慢な親子なのだろうか。夫は拳を握りしめていた。さすがにブチギレる寸前だと思い、私は夫の機嫌を取らなければと思ってそちらに注力した。お酒を追加してあげたり、大皿からよそってあげたりしてコミュニケーションを取った。夫も少しずつ冷静になり、今ブチギレては意味がないと理解したようだ。なんとか就職祝いの会は終わり、義鉄と義士は満足そうに帰っていった。だがそれからまた二人は問題を起こすのだった。それは義鉄が就職してから3ヶ月ほどが経った時のこと。おばあさん、喉渇いたからジュース用意して。え？アイナちゃんどうして家に来てるの？今会社に出勤してる時間じゃない？なんか今日だるいから休むことにしたの。ああ、そんな無責任なことしたらダメじゃない。あなたは会社を支える社員の一人なんだから、あなたが休んだ分他の誰かにその負担がかかるのよ。
私はさすがに義鉄の行動が許せずに怒った。すると義鉄は面倒くさそうな顔をしていた。私の仕事なんて事務なんだから一人くらいいなくたってどうにでもなるわよ。っていうか何、おばさん、私と血がつながってるわけでもないのに説教してきてんの。うざいんだけど。うざくても何でもいいから今からでも会社に行きなさい。だから私がちょっと休んだって会社には何の影響もないんだって。マジでうざい。そう言って義鉄はどこかに電話をかけ始めた。もしもし、お母さん、なんかおばさんが説教してきてうざいんだけど。どうやら義士に電話をかけているようだ。すると義士がすぐに義実家にやってきた。ちょっとあんた、何娘に説教なんて垂れてるのよ。説教というよりも会社員として、いや社会人として大事なことを教えているんです。さっきからこんな感じで本当にうざいの。あんたさ、自分の立場分かってんの？嫁の分際で何様のつもり？娘に対して何か言える立場じゃないの？あんたは嫁に来た弱い立場なのよ。あんたにはもうその家から出て行ってもらうから、許してほしければ土下座しなさい。そう言って勝ち誇った顔をする義士。義鉄も土下座なんて言って煽っている。この時私の中で何かが切れる音がした。わかりました、ここを出て行きますね。ええ、そうしてちょうだい。私はすぐに荷物をまとめ始めた。これでやっと邪魔者を排除できるね。私たちがこの家に移り住もうかしら。それいいね、お母さん。だいたい2年前にリフォームしてめちゃくちゃ綺麗なこの家にあんたが住む方がおかしいのよ。義士と義鉄は私が出ていくと言ってもなおいろいろと文句を言ってきた。本当にめんどくさい人たちだ。そんな中、病院に行っていた義両親が帰ってきた。二人は私が荷造りをしているのを見て疑問に思ったのか、何をしているのか聞いてきた。それに対して私よりも義士が先に答えた。みゆきさんがアイナに意地悪をするから出て行けって言ってやったの。これからは私たちがここに来てお母さんたちと同居するから、実の娘と孫と一緒に暮らせる方が幸せでしょ。そう言ってニヤニヤしながら私を見てくる義士。すると義母は顔を真っ青にして義士にこう言った。あんた終わりよ。え？どうしてそうやって自分勝手なの？今すぐみゆきさんに謝りなさい。はあ？なんで私たちがこんな女に謝らないといけないのよ。義士がそうやって文句を言うと義父が怒鳴った。いい加減にしろ。お前たちはどれだけ自分たちが周りに助けられているか分かっていないようだな。何よ、お父さんまで怒って。みゆきさんはね、アイナが働く会社の役員なのよ。え？嘘でしょ。信じようとしない二人に私は名刺を渡した。私はあなたに社会人として早く成長してほしくて黙っていたのよ。本当だ、この会社名、私が働いている会社だ。え？二人は名刺を見て絶句していた。アイナちゃんが体調不良でよく休んでいたのは聞いていたわ。最初は本当に体調が悪いんだと思っていた。だけど今日の感じを見ると仮病を使ってサボっていたよね。あ、いや、それは。義鉄はかなり動揺していた。言い逃れはできないわよ。このことは役員たちに報告するから。そんな、ちょっと待ってよ。アイナはこの通り反省してるから許してあげて。私たちは今まであなたたちがどれだけ失礼な態度を取ろうとも多めに見ていました。ですがもう我慢の限界です。会社での処分については役員で決めますので、後日結果が出るのをお待ちください。それとリフォームをしたこの家に私が住む権利がないと言っていましたが、私がこの家のリフォーム代を出したんですけどね。え？あんた、そんなひどいことをみゆきさんに言ったの？もうお前とは付き合いきれないな。二度とこの家の敷居をまたぐな。そんな、待ってよ。私はただ知らなかっただけで。知らなかったからひどい態度をとっていいことにはならないだろう。とにかく今すぐ出てけ。ここはもうお前の実家じゃない。義鉄と義士は義両親に追い出された。そして今回のことは夫がすべて義士の旦那さんに報告をした。その結果、義士の旦那さんは呆れ返って義士と離婚をすることにしたそうだ。結果的に義士と義鉄は自分たちの家からも追い出され、慌ててアパートを借りたそうだ。だが義鉄は会社をクビになってしまい、ニート状態となったので、義士がパートをしながらギリギリの生活を二人で送っているらしい。散々わがままを言って周りを困らせてきた罰が当たったのだろう。
本当にいい君だ。一方私は義両親と夫に出て行かないでほしいと言われたので義実家に残ることにした。現在は再び平和が戻り、夫と義両親と幸せな日々を過ごしている。義鉄がわがままになったのは完全に義士のせいですよね。義士の旦那さんも今までこんなモンスターと一緒で苦労したでしょう。義士と別れることができてよかったのではないでしょうか。主さんは義両親と夫がまともな人で、主さんの味方をしてくれてよかったですね。これからも家族仲良くしながら楽しい日々を過ごしてくださいね。まさかタダで来れると思ったの？貧乏な寄生虫はお帰りください。そう言って出口を指さす兄嫁、どこまで私たちをバカにすれば気が済むのだろうか。じゃあ帰るわね。そうだね。私と母は怒りでいっぱいになったが、拳を握りしめ我慢して帰ることにした。その後兄嫁は地獄を見ることになるのだった。私の名前は香織、32歳の会社員だ。現在は実家で母と二人で暮らしている。一人暮らしをしていないのは、実家にいる方がお金が貯まるというのが一番大きな理由だが、仕事中心の生活をしていることで家事がおろそかになるので、それを母に心配されたからだ。以前まで一人暮らしをしていたのだが、母からあまりにも私が食事に気を使わず簡易的に済ませているからと心配して実家に戻ってこいと言ったのだ。確かに私はその頃体調を崩しやすくなっていた。それに母も父を数年前に亡くして寂しそうにしていた。お互いにお互いを必要としていたのだろう。だから私は実家に戻って2年ほど前から母と一緒に暮らしている。母は毎日栄養たっぷりの食事を用意してくれるし、私の洗濯物を洗って部屋も掃除してくれるので、本当に快適に過ごすことができている。会社に行く際にお弁当を持たせてくれて、お昼代もかからずに済んで美味しいものが食べられている。まあ、職場でお弁当を持ってきた時に母が作ったものと言ったらみんなから苦笑いされたが。香織さんはむしろ主婦を見つけた方が幸せな結婚ができそうだよね。確かに、尽くしてくれる男性とかいないんですか？そんなペットみたいな男の人なかなか現れないわよ。へえ、意外と身近にいたりするんじゃないですか？たかしさんとかどうですか？たかしくん。いやいや、ないでしょう。私よりも5歳も下だし、若者同士で恋愛したいでしょうし、私みたいなきついタイプは苦手じゃない？いや、私は結構お似合いだと思いますけどね。彼は結構な犬気質だと思いますよ。犬気質って。後輩や部下と楽しく会話もしながら、私は仕事に打ち込み充実した日々を過ごしていた。母とも食事の際にいろんな話をしながら、母の作った美味しいご飯を食べて、いつも幸せな気分を味わっている。そしてそんな中、嬉しい出来事が起きた。それは2歳上の兄の翔太が結婚するという報告を受けたことだ。兄は学生の頃に一生懸命勉強をして弁護士になって、現在はバリバリ働いている。昔から一つの目標に向かって突き進む兄のことを私は尊敬していた。最近はかなり仕事が忙しかったようで、なかなか実家に帰ってこれなかったのだが、以前まではよく実家に顔を出して私と母と一緒に食事をしていた。そして母や私が誕生日の時も必ずお祝いをしてくれて、本当に家族思いのいい兄だ。そのため私も母も兄のことが大好きで、そんな兄が結婚すると聞いてものすごく嬉しかった。今度実家に婚約者を連れてくるから会ってもらえるかな？もちろんよ、楽しみにしてるわ。兄の問いに母は嬉しそうに答えた。お兄ちゃんがついに結婚か。妹として私もすごく嬉しいよ。次は香織だな。いやいや、私は相手がいないから。何言ってるのよ、香織には絶対素敵な人が現れるわよ。むしろすでに会ってるのかもしれないわ。お母さんまでそんなこと言うの？私まで？ああ、いや、こっちの話。とにかくお兄ちゃんが結婚することになってすごく嬉しいね。そうね。私と母は兄の婚約者が一体どんな人なのかすごく楽しみだった。そしてあっという間に結婚の挨拶の日がやってきた。母と私がそわそわしながら待っていると、インターホンが鳴った。母さん、香織、彼女が婚約者の葵だよ。はじめまして、葵と申します。葵さんはとても綺麗な人だった。
丁寧に挨拶をしてくれたので、私も母も恐縮しながら挨拶を返した。それから居間に移動して私たちは兄と葵さんの馴れ初めなどについて質問をした。二人は職場で出会ったらしい。兄が働く弁護士事務所で葵さんは事務員として働いていて、それで少しずつ距離が縮まっていき恋愛に発展したそうだ。交際期間はだいたい1年ほどらしく、兄は葵さんの家庭的なところに惹かれて結婚を決めたそうだ。よくお弁当を作って持ってきてくれたし、家に遊びに行った時も作り置きとかちゃんとして料理がすごくできるところがいいなって思ったんだ。俺は仕事が忙しいからなかなか自炊とかできなくて、どうしても食事に気を使えないからさ。まるで誰かさんみたいね。ちょっとお母さん、私の話はいいから。兄の話を聞いて私は安心した。葵さんのようにちゃんと料理ができる人なら結婚した時にしっかりと兄のことを支えてくれるだろう。母も安心したようで、二人の結婚を認めていた。葵さん、翔太のことをどうかよろしくお願いします。私からも兄のことどうかお願いします。私たちはそう言って葵さんに頭を下げた。それを見て兄と葵さんは笑っていた。終始和やかな雰囲気で結婚の挨拶は進み、そして兄と葵さんは夕方頃に帰っていった。婚約者の人がいい人でよかったね。そうね、本当に安心したわ。それから両家の顔合わせも済ませて、兄は葵さんと結婚式を挙げた。結婚式はすごく豪華でとてもいい式だった。葵さんのウェディングドレス姿はとても綺麗で、まるで芸能人のようだった。こんな人がこれから兄嫁であり私の義理の姉になるのか、なんだか嬉しいな。お化粧とかおしゃれについてアドバイスとかもらえたらいいな。兄のことはもちろん大好きだが、私は姉も欲しいと思っていたから、兄嫁と姉妹のような関係を築けたら嬉しい。そんなことを思いながら兄の結婚式を私は楽しんだ。それから兄嫁は新婚旅行に行き、夫婦での生活を始めた。兄夫婦は私と母が住んでいる家から車で10分のところの高級マンションに住み始めた。さすが弁護士といったところか。とても綺麗な家で快適そうだった。でも兄はもともとそこまでお金を使う人ではなかった。高級品はあまり身につけず、古くなってもボロくなってもギリギリまで使い切るタイプだ。私も貧乏くさいところはあるが、兄は私以上だと思う。だから高級マンションに住み始めたと聞いて意外だった。もしかしたら、いや、多分兄嫁が住みたいと言ったのだろうな。私はあまり興味はないが、世の中の女性の多くは高級マンションに住んだり、高級ブランド品をたくさん持つことは夢の一つだろう。別にそれについて何か言うつもりはないし、兄夫婦がうまくいっているのならそれで全然いいと思う。だが私は兄嫁について気になることが出てきたのだ。それは兄嫁の私や母への態度だ。私も少し経ってから知ったのだが、兄嫁はどうやら私が日中に仕事に行っている間に実家に来ているそうなのだ。それだけなら別にまだいい。だが兄嫁はただ家に来てくつろいで母に昼食やお菓子をたかっているらしい。私はその話を聞いて驚いた。優しくて真面目な人だと思っていた兄嫁がまさかそんながめついというかわがままな人だったなんて。母は基本的にすごく優しい人なので、私は母はかなり兄嫁のわがままな要求を飲んでしまっているのではないかと思った。そこで私は有給を取って家にいてみることにした。すると昼前に兄嫁は家にやってきた。私は最初は自分の部屋からは出ずに、まるで家には母しかいないように見せかけた。兄嫁はもう母にわがままを言うのは当たり前となっているのか、一直線に居間に行きソファーに座った。ソファーに座る音が聞こえてきた後、彼女の声が聞こえてきた。お母さん、コーヒー入れてください。あとお菓子ももちろん忘れずに持ってきてくださいよ。あとお母さんが昨日入れたコーヒー、ちょっと苦味強かったんでもう少し薄くしてください。そのような声が聞こえて私は耳を疑った。まるで母が家政婦であるかのように兄嫁は母をこき使っていた。さすがに我慢できずに私は居間に行った。ちょっと葵さん、どういうこと？私が声を荒げながら居間に行くと、兄嫁は少し驚いていた。え？何、あなたいたの？ええ、いましたよ。
最近葵さんがやたらとこの家に入り浸っていると聞いたので。私がそう言うと兄嫁は母を睨んだ。私の母を睨むのはおかしくないですか。そもそもここはあなたの家じゃないし、母がこんな風にあなたにこき使われる必要はないでしょ。私がそうやって怒ると兄嫁はため息をついてつまらなさそうな顔をした。私は家が近いから遊びに来てあげているだけだけど、それにお母さんはあなたが家にいない日中は一人じゃない。寂しいだろうから来てあげてるのに何よその言い方。そうやって私を睨みつける兄嫁の姿は結婚前とは全くの別人だった。だいたいね、あんたもいい歳して実家暮らしとか恥ずかしくないの？あんた私と同い年でしょ。結婚もしてないとかダサ。結婚する相手もいないほど寂しいから実家にいるってことかしら。兄嫁は私を挑発することをたくさん言ってきた。葵さんみたいな人が兄と結婚したってことが残念でならないわ。このことは兄に報告させてもらいますからね。何よ、そうやって私のことを邪険に扱ってひどいわ。どうしてあなたたちは私をいびるの？私はお母さんのためを思ってやっただけなのに。そう言っていきなり泣き出す兄嫁。一体どうしてそんなことを言い出したのだろうか。まるで情緒不安定な人のようで、私も母も戸惑ってしまった。そんなこと言われても葵さんが悪いんじゃないですか。とにかくあまりこの家に頻繁に来るのはやめてください。迷惑ですから。私がそう言うと兄嫁は何も言わずに家を後にした。お母さん大丈夫？ええ、ありがとうね香織。私なかなか自分から強く言えないから、そのせいであなたが嫌な思いをしちゃって本当にごめん。ううん、気にしないで。でもまさか葵さんがあんな人だったとは思わなかったわ。そうね、結婚するまではだいぶ猫をかぶっていたよね。だけどお兄ちゃんに報告すればきっとお兄ちゃんが何とかしてくれるでしょう。私と母はそう思っていた。だがこの時一枚上手だったのは兄嫁の方だったのだ。その日の夜、私は兄の仕事が終わった頃を見計らって電話をかけた。すると兄が仕事後に家にやってきた。お兄ちゃん忙しいのにわざわざ来てもらってごめんね。ああ、それはいいんだが、話って葵とのことだろ？うん、もしかして葵さんから聞いた？ああ、香織たちはどういう意見なの？え？どういう意見って？葵から今日の昼過ぎにこんな音声が送られてきたんだ。そう言って音声を再生する兄。それは昼間の私たちと兄嫁の会話だった。だがその音声は切って貼ったような部分的なところだけをつなぎ合わせているものだった。兄嫁が泣きながらわめいていて、それに対して私が迷惑ですと突き放すように言っているところだけが残っていた。前半の兄嫁が悪態をついているところは全く音声に入っていなかった。葵からは母さんと香織に邪魔者扱いをされて、それがこの証拠だって送られてきたんだけど。兄はかなり戸惑っている様子だった。私たちのことも信用しているが、物的証拠も上がっていて、なおかつ嫁にした人が泣きながら訴えているので、どちらが真実なのかわからないという感じだ。私も母もやられたと思った。どう弁解しても兄の受け取り方次第では言い訳にしか聞こえなくなってしまう。私と母は頑張って兄に事の経緯を説明したのだが、兄が信じてくれているかは微妙だった。そして兄は判断がつかなかったようで、兄嫁も呼んで私たちに仲直りさせることにしたようだ。俺の知らないところで家族が喧嘩をしているのは寂しいから、お互いに何か言いたいことがあるなら言いなよ。それでちゃんと腹を割って話して仲良くしようよ。兄がそうやって言ったので、私も母も兄嫁と話をせざるを得なくなってしまった。兄嫁はどういうスタンスで来るのか気になったが、兄嫁は自ら謝ってきた。ごめんなさい。私が余計なおせっかいをして、きっとそれがお母さんたちにとって気に入らないことだったんですよね。今度からは気をつけますから、どうか仲良くしてください。そう言って頭を下げる兄嫁。それではまるで私たちが悪者じゃないか。だがここで怒ってしまうと本当に私たちが悪い人たちのように映ってしまう。だから私も母も大人な対応をするしかなかった。私も葵さんへの配慮が足りなかったかもしれないわ。あなたが何をどう感じているのかよく分かっていなかったみたい。
こちらこそごめんなさい。私も葵さんとは仲良くしていきたいわ。私も母と一緒になって謝って頭を下げた。とりあえずはこれで一段落ついたと兄は思ったようで、兄は兄嫁を連れて帰っていった。それからというもの、兄嫁は家には来なくなった。さすがにあんなことがあったから来れないのだろう。だが、お盆や正月などで兄が帰省するときには一緒にやってきた。その時も兄がいるときはおとなしいのだが、兄がトイレに行ったりすると私たちに悪態をついてくる。翔太さんがいないからって嫁いびりしないでくださいよ。あと香織さんはいつになったら結婚するの？まだ空いていないの？そうやって私をバカにする兄嫁。結婚式の時に少しでも仲良くなりたいと思った自分が恥ずかしい。私たちと兄嫁の関係性はかなり悪かった。だがそんな中で私たちの関係性がさらに悪くなる出来事が起きた。それは兄が母の還暦のお祝いとしてイタリア旅行に招待すると言ったことがきっかけだった。イタリアは母が一度は行ってみたいと言っていた場所だ。兄はそれを覚えていて今回その計画を立てていたのだ。そして兄は私のことも招待してくれると言ってくれた。やっぱり家族みんなで行かないと意味がないだろう。イタリアで母さんの還暦祝いをパーッとしようぜ。兄の誘いに私も母も胸が躍った。ただ仕方のないことだが、兄嫁も来るらしかった。本当は来てほしくなかったが、兄が今回全ての旅費を出すと言っていたので、嫁である彼女だけを置いていくのは違うと思った。まあ基本的に兄嫁は兄と行動するだろうし、とにかく私たちと兄嫁だけのタイミングを作らなければいいのだ。そう思い、私と母は旅行の準備を進めていった。そして当日、私と母は待ち合わせの時間に空港へ。するとそこには兄嫁の姿だけがあり、兄がいなかった。兄はどこですか？翔太さんなら今仕事の電話が入って対応しているところよ。あと10分以上は帰ってこないんじゃないかしら。そう。私と母はかなり気まずいと思った。じゃあ私たちはちょっと空港内で散策でもしてようかしら。母がそう言ったので私は一緒にその場から離れようとしたのだが、兄嫁が私たちを呼び止めた。ちょっと待ってください。先に旅費をいただけます？今使ったから出せないなんて言われたら困るので。え？私と母はキョトンとした。今回の旅行は兄の招待で兄が全額負担すると聞いている。私たちが固まっていると兄嫁は目を見開いた。まさかタダで来れると思ったの？嘘でしょ。どこまでがめついのかしら。いやだって翔太が。あの人は感覚がおかしいの。普通さ、海外旅行を全額負担とかおかしいでしょ。しかもこんな貧乏な母親と妹にいい思いをさせるとかマジでないわ。そのお金がマジでもったいない。それならもっと私によこせって感じ。あの人の貧乏性なところってお母さんとかのせいでしょ。私が言わないと本当に古いノーブランドの服とか着出すからびっくりするわ。まあその分私は贅沢できるからいいんだけど、今日のコーディネートもトータルで200万はするのよ。あなたたちには絶対に着る機会はないでしょうね。海外旅行って私みたいなステータスのある人が行くところなの。貧乏な帰省中はお帰りください。そう言って出口を指さす兄嫁。どこまで私たちをバカにすれば気が済むのだろうか。じゃあ帰るわね。そうだね。私と母は怒りでいっぱいになったが、拳を握りしめ我慢して帰ることにした。その後、兄嫁は地獄を見ることになるのだった。それから10分ほど経った頃、私たちの元に兄がやってきた。ごめん、葵がひどいことを。いいのよ、これであの人の本性を知ることができたでしょ。私と母は兄嫁がいる場所からかなり離れたところで兄のことを待っていた。実は兄が電話をしていた相手は私の母だ。というか、兄から事前に電話が来て、兄嫁が兄のいないところで私たちとどう接するのか確認したいと言われていたのだ。だから母は兄と通話状態にして、私たちは兄嫁と話をした。兄嫁はそこでまんまと策にはまり本性を出したというわけだ。その後、兄は兄嫁に対して仕事が入ったから先に行っててくれと言い、次の便でイタリアに向かうと言ったそうだ。
兄嫁はその言葉を信じて一人で飛行機に乗ってイタリアに向かった。だが兄は私たちと一緒に座席を変更し、同じ便でイタリアに向かった。そしてホテルの予約だけ人数を変更し、兄嫁だけ泊まれないようにしたのだ。それから私と母と兄はイタリアについて観光を楽しんだ。きっと兄嫁は空港で適当に時間を潰して次の便に兄が乗ってくると思って待っているのだろう。そう思っただけで笑えた。そして私たちが観光を楽しんでいると、兄のスマホに兄嫁から電話がかかってきた。ねえ、あなたが乗ってくるフライトが到着したけどどこ？ああ、ごめん。実は仕事が急に入っちゃってさ、まだ日本なんだ。え？嘘でしょ？私待ってたのに。ごめんよ、そのまま一人で観光を楽しんでてくれよ。もう仕方ないわね。兄嫁はだいぶ怒っていたようだが、仕事なら仕方ないと納得していたようだ。兄は電話を切ると肩をすくめて、さあ俺たちも観光をしようと言った。それから私たちは美味しいイタリアンを食べたり、観光名所を楽しんでホテルに向かった。兄が予約してくれたホテルはとても快適で、部屋にいるだけでも十分満足できるほどだ。こんな最高の還暦のお祝いをしてもらえて幸せだわ。母は窓から見える絶景を見ながら喜びの声を上げていた。母さんは俺と香織にとって大事な存在だからね。これからも親孝行をしていくよ。私たちはホテルでゆっくりした後、ホテルのレストランに夕食を食べに行こうとした。すると受付に何やら日本語でわめいている女性の姿が。それは兄嫁だった。きっと予約が変更されていて、自分が部屋に入れないから焦っているのだろう。そして兄嫁をよく見ると荷物が全くなかった。一体どういうことだろうか。そして兄嫁は騒ぎすぎたのか、セキュリティを呼ばれてガードマンらしき人たちに追い出されていた。私たちはバレないように隠れて、兄嫁がいなくなってからレストランに向かった。それから私たちはレストランの食事を楽しみ、翌日も軽く観光をしてゆったりとした時間を過ごした。兄の元には兄嫁から大量の LINE が来ていたが、兄は全部無視をしていた。そして3泊ほどしてから私たちは帰国。海外旅行をとても楽しく満喫することができたし、母が幸せそうだったので本当に良かったと思う。それから私たちは一緒に兄の家へ行った。きっと兄嫁が待っているのだろう。一体どういう反応をするのか楽しみだ。私たちが家に着くと、兄嫁は目を見開いて私たちを見た。何よその荷物。まさかあなたたちだけで旅行に行ってたの？兄嫁がそう言ったので、兄が冷静にそうだと言った。家族で母さんの還暦祝いをしてきた。イタリアの旅行は楽しかったよ。そんな、じゃあ私がイタリアにいた時にあなたたちもいたの？ま、そうなるな。どうして私の連絡を無視したの？私ものすごいひどい目に遭ったのよ。兄嫁はなんとよそ見をした隙にキャリーケースとバッグを盗まれ、そしてホテルの予約も取れなかったから、空港で寒い思いをしながら野宿をして一日で日本に帰国したらしい。つまりただ飛行機に長時間乗ってイタリアに行き、追い剥ぎに会って野宿して、また長時間飛行機に乗って帰ってきただけということだ。そのことを考えたら私はおかしくて笑いをこらえるのに必死だった。だが兄は冷静に兄嫁に詰め寄った。お前が俺に嘘をつき、そして母さんや香織を侮辱していたのがいけないんだろう。そして兄は兄嫁と私たちが空港で話している時の会話を電話で全部聞いていたと説明した。兄嫁は絶句し、顔を青くしていた。あれはその、違うの。何が違うって言うんだ。俺はもうお前のことは信じない。離婚しよう。そんな、待ってよ。せっかくこんないい家に住めてるのに。ほら見ろ。お前は俺が好きなんじゃなく、俺のステータスが好きなだけだろう。金持ちと結婚したいなら他の男と結婚しろ。とにかく俺はもうお前の顔も見たくない。すぐに荷物をまとめて出ていけ。兄に突き放され、兄嫁は膝から崩れ落ちた。まあ口喧嘩で弁護士に勝てるはずもないだろう。兄嫁は諦めて離婚を承諾し、そして義実家に戻ったそうだ。ちなみに兄嫁は見栄を張って海外旅行の際に高いものばかり所持していたから、それを一気に盗まれてショックがかなり大きかったらしい。また海外の怖さも思い知り、今回の経験で高いものを身につけられなくなったそうだ。
義両親から兄に対して謝罪があったそうなのだが、その時に兄嫁はすっかり人が変わって、現在は安いものばかりを買うようになったそうだと教えてもらったらしい。今までの高かったプライドもズタズタになり、今は角が取れて丸くなっているそうだ。現在はバイトを始めて、職場の人にも優しい態度で接して人をバカにすることもなくなったんだとか。まあもう兄と復縁をすることはないだろうが、それでも心を入れ替えたのは素晴らしいことだと思う。ちなみに私は同じ職場の部下である高志くんに猛アプローチを受けて付き合うことになった。彼は後輩の言っていた通り、私の理想のようなタイプで、ものすごく順調に交際を続けることができている。そして来年の春には私たちは結婚する予定で、母と兄も私の結婚式を楽しみに待ってくれている。これからも私は家族を大事にしながら、仕事もプライベートも充実させていこうと思う。兄嫁はもっと早くに改心していたら、こんなことにはならずに済んだのに残念ですね。まあでも海外で痛い目にあったから性格を変えられたわけですから、そこまでのきっかけがないと変われなかったことを考えると、離婚は必死だったのかもしれないですね。何はともあれ、主さんたちご家族が幸せで平和な日々を取り戻せてよかったです。結婚の予定もあるとのことなので、ぜひこれからもずっと幸せな日々を過ごしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。